ちょっと待ってください。それでは始めてください。お願いします。子どもの感性を育む放課後、子どものアトリエルームの代表をしまいます。どうぞよろしくお願いします。こちらは伴奏者の山脇七重さんです。私の実の姉で、全般の経理をやってくれているので、全体像を把握しながら励ましを与えてくれるのではないかなということで、今回お願いをしました。まずは子どもたちに協力してもらって作成したこちらの動画をご覧ください。時間がかかりますでしょうか。心の引き出しが宝物。ここは子供のためのアトリエです。作り方は教えません。上手な近道よりものづくりで体験できるプロセス、つまり失敗を恐れずに挑戦する気持ちや夢中になってやり遂げることを大切にしています。レッスンを通して物は自分で作れるし直せるということに気づき、手で体で感じて経験したことが小さな心に引き出しのように増えていく、そこに価値があるのではないかと考えています。ここはそんな家でも学校でも学習塾でもある場所です。動画で表現したかったポイントが2つあります。子どもたちが自分の意思で放課後に駆けつけたくなるような子どものアトリエのような場所を用意すること、もう一つは自由であるということです。そのために先ほどご覧いただきました、3つのポイント、3つのステップで進んでいきたいと思います。でまず本年はこのステップ1の、定期開催できるような体制づくりというところを重点的にやっていきたいと思います。その中でも特に教室運営のマニュアル化や運営体制の仕組み化、これをテキストに起こしていくということを大切にしていきたいというふうに思っています。でまずは1つ目の教室運営のマニュアル化のところに入りたいと思います。子どものアトリエルームの考え方や教え方を解説したテキストを作りたいと思っています。もう1つは授業の中で使っていくテーマなのかツールなのかわからないですけれども、必要に応じて自由度の高いキットやツールを作りたいと思っています。目的はそれを使うことで私以外の講師でも同じように教えることができる環境を作っていくということです。例えば今年の8月の
夏休みにはワークショップとして18メートルのノアの箱舟のオブジェを和紙で制作するということを行います。これがノアの箱舟のイメージなんですけれども、世界中で知られている旧約聖書に出てくるストーリーで、旧約聖書の中を見ていきますと、実際に箱舟の寸法が指示されていたり、素材が指示されていたりということが分かってきます。縦がどれだけ、横がどれだけとかっていう詳しいことが書かれているんですね。そういうことを知ったり、動物がつがいの中に入っていくっていう、そういうルールに基づいてはして制作していくっていうことを取り入れていきたいと思っています。そういうテーマ選びも大切な要素になってきています。続いて運営体制の仕組み化ということを展開していきたいと思っています。運営体制の仕組み化ということで、働く方たちが To Do でどういうことをしたらいいのかということが分かりやすくなっている、テキストというものも作っていきたいと思っています。でイベントを開催することで、そういうマニュアル作りにスタッフや保護者の方たちに関わっていただいて、より皆を巻き込んだものづくりの教室っていうのを作っていけたらいいなというふうに考えております。この前ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。では選考委員さんの質問に移りたいと思います。お願いします。どうもご苦労さんでした。ブーさんではお帰りなさいというか、1年間昨年お休みということで、このつながる授業の流れもやっぱりちょっと、こういう完成教育みたいな非常に異色なメニューが非常に私も期待をしているんですが、一つは先ほど言われた非常に発信力のあるイベントになると思うんですが、ノアの箱舟作りについては例えば18メートルの長さを作るとなると、例えば屋外で当然作ることになるのか、例えば富田のタワーホールをお借りしてます。あ、なるほどですね、はい、じゃあ雨降って大丈夫ですね。そうですね、で9月に岐阜の駅前の文化センターの商品場に飾らせていただくということが決まっているんですけれども、なので子どもたちが作ったものを見せるっていうその作品作りの出口を用意しているんですね。でそれ作ってから展示されるまでの期間もダウンホールさんが管理してくださるということでしたので、はい、ご協力いただいています。あ、そうですね、実際にいろんなことをやってみますし、実行については問題ないと思うんですが、組織的にどん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 これやっぱり昨年もちょっと、ね、一昨年かお話をさせていただきましたけど、組織的なことでいろんなことが増えてきたり、はい、から事業が大きくなってくると、やっぱり組織をきちっとしっかりしないとなかなかね、やっぱり対応できないということで、はい、せっかくいいことやってても手が回らないということで休まなくてはいけないとなってしまうので、はい、ぜひそこら辺を強化していただいて、安定した課題としてぜひ、はい、期待しております。よろしくお願いします。ありがとうございます。他によろしいですか。はい、お願いします。よろしいですか。大丈夫ですか。はい、それではありがとうございました。それでは、ここ